はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はさつまいもの伏せ込みを行っています。芽が出る方を上にしてやや斜めに植えています。ダイソーで買った不織布をかけていきます。こちらはユーラックという穴開きのビニールトンネルを使っています。トンネルのサイドは、ダイソーで買ったパッカーで留めています。